ブリーチに登場する残白刀は名前を呼ぶことで司会と呼ばれる解放を行うことができます。司会することで各キャラが固有の能力を発揮してバトルすることができるのですが、残白刀にはさらに上の解放である挽回も存在しました。挽回はブリーチに登場する選ばれた死神だけが到達することができる力です。そのため作中では司会しか披露しなかったキャラも多数存在しますが、実は司会にもかかわらず挽回並みに強い残白刀がいくつもあるのはご存知でしょうか。そこで今回はブリーチに登場した司会の最強ランキングを当チャンネルで募集した投票結果をもとに紹介していきたいと思います。なお今回の投票では挽回が登場した残白刀に関しては投票対象外としていますのでご了承ください。注意、ひさごまる。ひさごまるは4番隊のモブキャラ山田花太郎の残白刀で、会合は満たせ、切りつけた相手の傷を残白刀の中に取り込むことで治療できる能力を持っています。一見回復専門の残白刀に見えますが、攻撃形態も備えていて、傷を取り込むたびに赤いゲージが溜まっていき、一定の値を超えると明色ひさごまるへと変化します。そして取り込んだダメージを全て敵にぶつけるという方法で攻撃することができるのです。アニメで見ることができた最大出力の明色ひさごまるはギリアンにも大きなダメージを与えるほどで、11番隊隊長のザラキケンパチにも山田と呼ばれるほど一目置かれていました。しかし最大出力ではない攻撃は大した威力がありません。赤く溜まったゲージが最大値に達しなくても満たせの会合で攻撃できますが、ダメた力が少ないため相手に大きなダメージは与えられませんでした。ですが花太郎が持つひさごまるは実はかなりの強さを誇る残白刀であることが小説ブリーチキャントフィアユアオウンワールドで明らかになっています。小説の黒幕キャラ綱谷城時灘がひさごまるの能力を模倣して使用した際に、時灘の霊圧をもってしてひさごまるを使用すれば自分自身に与えられた重傷レベルのダメージも一瞬で回復することができ、さらに攻撃に転化することもできることが分かりました。つまり自分自身を回復しつつ攻撃もできるということで、実はかなり使い勝手のいい残白刀だったのです。9位、墨付き傘。墨付き傘はアニメオリジナルキャラクターである12番隊大使湯島王子の残白刀であり、会合は多切れ。その能力は空間操作と霊力吸収であり、相手が放った攻撃をほぼ無限に吸収し、かつ際限なく跳ね返すことができます。湯島は自分自身の精神を稲葉影郎座特上望みという2つの階層コンパクに分けていることから、彼が持っていた残白刀墨付き傘は影郎座の雷空望みの荒染しぐれの2つの残白刀へと分裂しています。そのため墨付き傘は雷空と荒染しぐれのいいとこ取りをしたような能力になっており、非常に強力なものとなっていました。知名度が高ければもっと人気を集めていても不思議ではないでしょう。8位、僧侶の断り。僧侶の断りは13番隊隊長浮竹十四郎の司会であり、会合は波ことごとく我が盾となれ、イカズチことごとく我が刃となれ。同じく会合が長い強楽周囲水が持つ加点胸骨と合わせて、ソウルソサイティでは2本しか確認されていない2頭1対の珍しい残白刀とされており、2つの刀の塚が紐でつながれた外見をしています。能力は霊力を使用した攻撃の吸収と放出、要するに攻撃を反射する能力で、片方の刀で攻撃を吸収すると5枚の札の能力で出力の調整タイミングの変更を行い、攻撃を変質させた上でもう片方の刀から打ち返すことで、単に攻撃を跳ね返すにとどまらず相手が読みにくい反射攻撃を行うことができます。僧侶の断りは18巻にて初登場しましたが、ここでは能力が判明していません。42巻でエスパーダの一人プリメーラ・エスパーダのコヨーテ・スタークと対戦した時に能力を披露しましたが、能力が明かされる前の段階のゲームでは会合にちなんだ雷や水の技を使用していたりしたそうです。漫画内では強力な霊圧を用いた攻撃セロを連射してくるスタークに対し、僧侶の断りでセロを跳ね返していました。スタークからは一度吸収するのであればその吸収力には限度があるため、セロを1000発ぶち込めば突破できるだろうと推測されていますが、浮竹がその後乱入してきたアランカルワンダーワイスに不意打ちを受け戦線離脱してしまったため、僧侶の断りの進化はよくわかっていません。湯島王子の墨付き傘や九条望みの荒染しぐれの霊力を吸収して跳ね返す能力と似た能力であることを踏まえれば、反射の能力以外にも何かしらある可能性は高そうですが、浮竹は挽回を含めて能力を隠し続けたまま天へと旅立ちました。7位、金ピカ。金ピカは0番隊第1巻東方神照の麒麟寺天次郎の司会で、会合は天正一戦。会合はジャンプ本誌の方ではきらめけでしたが、美しきおかまシャルロッテクールホーンとかぶってしまったためか単行本の方では変更されました。
金ピカは、薙刀のような形状で、解放と同時に刃が光り輝く描写がされていますが、ラスボス、ユーハバッハに人たちも当てられずに退場したので、詳しい能力はよくわかっていません。おそらく、催眠系や特殊系の能力ではないものと思われます。使い手のキリンジが、2番隊隊長のソイフォンが反応できないほどのスピードで動け、かつては、雷神の天智郎と呼ばれていたそうなので、雷神という言葉を拾って、雷系の残白刀なのかもしれません。6位、ハイネコ。ハイネコは10番隊副隊長、松本蘭菊の残白刀であり、会合は、うなれ。その能力は、刀身を灰と化し、刀を振るうことにより、灰が降りかかった箇所を切断するというもの。また、散った灰そのものを操作することも可能であるため、離れた場所からも攻撃できる、使い勝手の良い能力です。6番隊隊長、朽木白夜が使用する千本桜と酷似している能力ですが、ハイネコは、刀身が灰と化しているため、千本桜以上に武器で防ぐことが難しい一方で、灰がついた後に束を振るう手間が必要だったりなど、それぞれ強みと弱みがある関係性になっているものと思われます。5位、神剣八狂拳。神剣八狂拳は8番隊副隊長から1番隊副隊長になった伊勢七尾の残白刀で、伊勢家に代々伝わる宝剣です。作中の説明によれば、刃のない剣のため人を斬ることはできませんが、神を斬ることができるとされています。最終章の千年決戦編では、自らを神と自称していたクインシー・リジェバロの必殺技を跳ね返して倒したほどの力を見せていますが、通常の相手に通用する残白刀なのかは不明です。通常の相手に使えるとしたら、おそらく攻撃を反射するような形で利用するのではないでしょうか。4位、ワビスケ。ワビスケは3番隊副隊長を務めるキラいずれの残白刀で、会合は表を上げろ、切ったものを倍の重さにするという能力で、2度切ればさらに倍にとどんどん増えていき、最終的に切られた相手は重さに耐えきれず、わびるかのごとく神戸を差し出す、故にワビスケだそうです。地球の地面を叩いたら地球が滅ぼせるという説も浮上しているぐらいであり、未知数の強さを秘めています。3位、ルリー六尺。ルリー六尺は11番隊第5隻、綾瀬川弓近の残白刀であり、会合は先狂え。その能力は、解放すると刀身が孔雀の羽のような鶴に変化し、その鶴を敵に絡みつかせ縛り上げることで霊圧を根こそぎ奪い取り、弓近自身の霊圧に還元できるというもの。もともとは初登場時、藤孔雀という偽の名前を使って解放しており、これは途中まで解放された視界でした。そのためこの時は特別は能力はなく、ただの直接攻撃系の残白刀となっています。弓近の所属している11番隊には、残白刀の能力は直接攻撃系という暗黙のルールがあったため、機動系の残白刀だということをバレないように偽の名前をつけていたそうですが、能力のパワーアップ具合で言えば挽回だと言われても不思議ではないでしょう。2位、円羅経典。円羅経典は完結後に発売された小説ブリーチ、キャントフィアユアオンワールドの黒幕にあたる人物、綱谷城時灘の残白刀で、会合は視界すすりて天外まとい、万象等しく映し削らん。綱谷城時灘はソウルソサイティに君臨する権力者、五大貴族の一つ綱谷城家の分家の末裔であり、円羅経典は綱谷城家に代々伝わる最古の残白刀の一つとされていました。その能力は、他者の残白刀の力を自在に模倣するというもの。時灘が知っている残白刀であれば、あらゆる能力を模倣することが可能であり、作中ではすでに亡くなっている七代目剣八の古屋敷剣八の雅楽回廊など、さまざまな残白刀の能力が披露されています。さらには複数同時に模倣して使用することもできるので、最強の残白刀との呼び声も高いです。ただ黒崎一護の残月のように生まれが特殊な残白刀は模倣できません。弱点としては、円羅経典の使い手、つまり時灘の霊圧入力や性能が良くも悪くも左右され、格下である山田花太郎が使う久子丸を使えば本来の性能以上の治癒能力を発揮しますが、元総隊長山本源流斎茂国が使う龍神弱火を使えば、山爺には熱量が遠く及ばないと強烈に酷評されてます。またもう一つ見逃せないデメリットがあり、それは持ち手の命を食らうというもの。使えば使うほどにコンパクは消耗し続け、失ったコンパクは二度と戻らないそうで、これは伊勢家の八狂拳の呪いと似たようなものだとされます。アイゼンのような霊圧の化け物が使えば最強の残白刀だと言えますが、このデメリットがある限り、アイゼン様が使うことはないでしょう。
ちなみに、時灘は当初、偽の名前を残白刀につけており、その時の名前は、九天強国という名で、会合は、盾祭れ、能力は、相手の技を跳ね返すというもので、見えない鏡のような結界を展開し、軌道を含む、相手の技や術を跳ね返していました。時灘が本当の能力を隠していたのは、至ってシンプルな理由で、敵が勝機を見出したところでお披露目することで、絶望する顔が見たいから、だそうです。ブリーチを代表するサイコパスキャラだと言えるでしょう。1位、強化水月。強化水月は、元五番隊隊長、愛禅宗介の残白刀の司会で、会合は、砕けろ。登場当初は、流水系の残白刀で、霧と水流の来反射により、敵を撹乱させ、同士討ちにさせる能力を持つ、とされましたが、これはフェイクでした。本当の能力は、解放の瞬間を一度でも見た相手の、五感、霊感等を支配し、対象を誤認させることができる、完全催眠の能力となっています。視界を一度見せなければ、催眠をかけることができないという弱点はありますが、ドラマ CD では、流水系の能力が、味方までも巻き添えにしてしまう危険性があるという、嘘の理由で、副隊長を集めて説明会を開き、視界を披露して、発動条件を満たしていました。ちなみに、強化水月という、四字熟語の意味は、目に見えるが、実体を持たない幻のことなので、完全催眠の能力にぴったりの言葉だと言えそうです。ブリーチ屈指の最強キャラである、アイゼン様の残白刀ということで、今回の投票でも、ダントツで人気を集めていましたが、実際、強化水月は、元総隊長である、山本源流斎茂国や、ラスボスであるユーハバッハといった強者相手にも、その能力が通用しています。漫画内で明かされた弱点といえば、催眠をかけたい相手に、視界を一度見せる必要がある以外に、一丸銀が、長い時間をかけてようやく知った、能力の発動前から、刀に触れることで、催眠の能力から逃れられる、というものぐらいでした。ですが、実は小説、ブリーチ、Can't Fear Your Own World の方で、強化水月の、さらなる弱点が明かされており、それによると、使い手より強い霊圧を持つものであれば、視界への変化そのものを封じ込めることができるそうです。つまり、厳密に言うと、使い手が巨大な霊圧を持つ愛禅だったからこそ、どんな相手にも完全催眠の能力をかけることができていたようであり、この弱点を知っている読者からは、円羅経典の方を押す声も上がっていました。今回の結果は以上となりましたが、皆さんそれぞれのランキングもありましたら、ぜひコメントしていってください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。